Kyogo, how much have you settled in at Celtic and how much are you enjoying your football? グラスゴーの暮らしは慣れましたし、めちゃくちゃサッカー楽しんでます。You play with a smile on your face. What is it about Celtic that pleases you so much? やっぱりたくさんのファン、サポーターの皆さんの前でプレーできることは本当に嬉しいですし、その中で、まあ、自分らしいプレーをして、みんなが盛り上がるのを聞いて、僕はモチベーションが上がるので、本当に楽しくサッカーをやってます。The fans really love watching you play. How important is it for you to have that connection with the supporters? まあまずやっぱりそうやって思ってもらえてすごく嬉しいですし、そう思ってもらえるように僕も頑張ってプレーしているので、少しはこう皆さんに認めてもらえているのかなって思っているのと同時に、やっぱりまだまだ僕は満足せずにもっと皆さんを喜ばせれるように頑張らないといけないなって思います。Has there been one moment or one goal that has been your favourite since you've joined the club? お気に入りの瞬間はやっぱり誰がゴールを決めても一気に盛り上がるスタジアムの熱気というか、あれは本当にやばいっすね。ゴールに関してはもうどれも僕の中では特別なゴールで、やっぱみんなのおかげで僕はゴールが取れてますし、それをゴール取ることでみんなが喜んでくれるので幸せです。We've seen pictures of you out in the city enjoying Glasgow. What do you think of Glasgow and Scotland? いや本当に僕はすごく好きな街ですし、過ごしやすいなって思ってるので、もう第二の故郷って言っていいんじゃないかなって思います。We see you scoring lots of goals, but also helping the team out defensively. How important is it for you to be a team player? もちろん僕はフォワードなので、ゴールを決めることが仕事ですけど、チームにおいてやっぱり重要なのは守備だと思うので、前から、僕はフォワードなので、前から追うことで、後ろのディフェンスラインの選手たちが少しでも楽になれると思うので、そこは僕の、まあ、持ち味でもありますし、チームのコンセプトでもあるので、そこをやらないと、これから先試合にもまだ、100% 出れるって保証はないと思うので、それをやりながらこうチームを救えたらなって思います。There's obviously still a language barrier, but how do you get on understanding your teammates? And have you taught them any Japanese? そうですね。まあ頑張って、やっぱ言葉の壁はありますけど、今頑張って勉強、英語の勉強しますし、こう話すことはまだちょっと難しいんですけど、こう聞く分に関しては理解もできてきているので、まあ、もうちょっとかなって思ってますし、日本語に関してはまあ。おはようとか元気ですかとかそういう簡単なものからみんな聞いてくれるのでそこから始まってます。Our manager knows the Japanese game well, having worked there. How much do you enjoy playing his style of football? いやめちゃくちゃ楽しんでますね。日本で、まあ、対戦している時は本当に嫌だなチームだなって思ってましたし、とにかくこうボールを持って前に前にっていうプレースタイルがすごく魅力的だなって思ってます。What are your aims and ambitions then for the rest of the season? まずはやっぱりチームとしては優勝を奪還したいなと思いますし、個人としては得点を20点以上取れるように、まあ、外しているチャンスが多いので、ゴールを決めてチームを救えるように、ゴールを決めていきたいなって思うのと同時にやっぱ守備からもっともっとアグレッシブにボールを奪えるように、後ろの選手を楽にできるように頑張りたいなって思います。